ブルーパーツの山中です。今日は、ガーバーのポケットスクエア各種を紹介いたします。種類は2種類ありまして、こちらナイロンハンドルという、なんだっけな、グラスフィルナイロンっていう材質を使ったナイロンハンドルで、もう一つがこちらの、アルミハンドルの2種類があります。で、こちらは、見ての通りこういったブロックっぽいデザイン、なんかこんなようなビスケット昔ありましたね。ビスコとか言ったっけ。まあそういうのはいいんだね。よしと、閉じた時にこのようにサムスタット引っ掛けがしっかりとハンドルとフラットスライチとか言うんですかね、になる設計で、開けるとよいしょ、逆にこのようにプレート状になっているので、非常にこう使い勝手というかな、握り心地、なんかブレードの長さも、程よい感じで、作業によってはとっても手元での作業に関してはすごくやりやすそうです。でこちらのサイドクリップ、ポケットクリップ、こちらにはガーバーのマークがこのようについております、このちなみにこのガーバーのマークって知ってますか。何かこれはですね、何をあしらってるかというと、シールド、縦ですね、縦にこう剣が刺さってるっていうのをイメージしていると。まあ、昔ね、そんなアニメロボットがありましたけどね、最強ロボ大王者っていう。まあそんなんで、こちら厚みはこんぐらいあります。一応仕事や生活に溶け込むデザインでガーバーの方では歌っておりますが、まあ確かに、タウンユースやらね、家庭でも家庭に置いといてもいいのかなと思いますけど、まあなんせアメリカの文化の人たちが書いてることなんで、日本の社会に溶け込むように各愛好家の皆さん工夫してくださいと、なんで片手で開閉可能、片手で開閉可能なんですけど、こちらがどうしてもデザイン上なんていうのかな、このライナーロックの、プレートがちょっと奥に入っているので、指を引っ掛けるとちょっとね、ちょっと硬いかなっていう気がする。あとはどちらもファインエッジのドロップポイントというブレードになりますね。で、まあ、全長は約17センチ、ブレードが約7センチと短めで、重量は、約 110g って表記しておりますけど、こちらの、ナイロンハンドルの方が厳密には 107g、 こちらがアルミハンドルの方が 117g でした。で、7CR17MOV ステンレスというブレード材質ということなんですよ。はい、ではでは、そんなんで一つ下の方にリンクを貼っておきますので、よかったら検討の方よろしくお願いいたします。はい、ではどうもありがとうございました。